それで一緒に行くつもりなのか、タキコ。ええ、もちろん行くつもりよ。どうして？どうしてって、七星子集めはいいのかよ。寄り道してる暇なんかあるのか。ここまで関わっておいて放り出す気？その教団がどんな人たちかもわからないのに、そんな無責任なことできないわ。俺たちには関係ねえだろう。なんでわざわざ巻き込まれに行くんだよ。いいえ、同じ日本から来たんだもの、関係なくないわ。お前は元の世界に戻りたいのか。では、巫女になる気はないんだな。巫女を待ち望んでくれてる人がいるから、私はその人たちの役に立ちたいの。おいてめえ、何言ってやがる。ううん、私はいいの。でも、あなたたちが元の世界に戻るためにできるだけのお手伝いをしたいの。
とりあえず一旦休憩にしようぜ。この先も長いんだし。念のためこの辺りを偵察してくる。大丈夫だとは思うけどな。俺も行こう。俺は道を確かめてくる。じゃあ俺は水を飲みに行ってくる。これ、以前に通った村でいただいたの。よかったらどう？今すぐここから移動するぞ。苦闘国の奴らが近づいてるらしい。
探しましたよ、玄武の巫女。シギ、たく、どこからでも湧いてくるやつだな。褒め言葉として受け取っておきますよ。まとめて片付けてやるぜ。お前はあの時の。説明するのめんどくせえって言っただろ。得意体質ってことにしとけ。後ろに下がっている。あり
リコさん、大丈夫？好きだらけですよ、玄武の巫女。シギ様、こいつと遊んでもいいでしょ。巫女が先ですよ、シュル。七聖子は放っておきません。ウルキーだったよね。また今度遊んであげるよ。また今度遊んでやるって言ってるだろ。何なんだお前たち。何しやがる。話せよ。よそ見はいけません。
依頼は完了です。引きますよ、シュラ。あなた方が単純で助かりましたよ。次は巫女の命をいただく。